ニュースと気象情報をお伝えしました。雪の上のフルマラソンとも呼ばれるクロスカントリースキー。その本場ノルウェーでオリンピックを目指す若者がいる。石川健太郎、22歳。冬の終わりのノルウェー、石川選手は残り少ない雪を求めて練習場所へと向かいます。石川選手は去年8月、ノルウェーのクロスカントリースキーのプロチームに入団しました。クロスカントリースキーはおよそ1キロの短距離から50キロの長距離まで、森林の中や起伏のあるコースを滑りタイムを競います。ノルウェーでは100を超えるクロスカントリースキーのプロチームがあり、選手たちは様々な大会に出場しながら実力を磨いています。チームには去年世界選手権で銅メダルを獲得した選手もいます。そんなにって思うぐらいノルウェーは世界の上位を独占する国なんですよ。だからこそ僕はそのノルウェーにこだわって、なんで強いのかをこう見つけたいっていう強い気持ちがあって、だからこそノルウェーを選んでノルウェーに来ました。夢はもう本当にオリンピック、まあ、世界大会で、まあ、頂点に立つこと、一番を取ること。北海道に生まれ育った石川選手、クロスカントリースキーを高校で教えていた父親の影響で5歳からスキーを始めました。18歳で出場したユースオリンピックでは銀メダル、世界ジュニア選手権でも6位など輝かしい成績を収めてきました。ところがその後成績が伸び悩み、日本代表からも去年外されることになりました。なんで自分が強くなれないだろうっていうのがもう一番の疑問で、でもそれがわからないっていう、なんかもどかしくて、もうどうしたらいいんだろうっていう。でもやっぱり悔しかったので、もう自分の実力をやっぱり証明したいって強い気持ちに駆り立てられたので、まあ、今ここにノルウェーに来るっていう、その中の原動力の一つになりました。石川選手が暮らしているのはノルウェー南部の町リレハンメル。1994年冬季オリンピックが開催されたことでも知られています。この日石川選手は町のスポーツ用品店にやってきました。見渡す限り全部がスキー用品で、まあ、これがもう本当にスキーの国ノルウェー、もうただそれに尽きますね。もうなんで僕も何も買うものなくても物見に来たりとか。深い雪に覆われるノルウェーではスキーは誰にとっても身近なスポーツ。中でもクロスカントリースキーはもともと雪の上の移動手段から生まれた競技で、最も生活に根付いたものです。石川選手はノルウェーに来ておよそ半年の間、いくつかの大会に出場しましたが、順位は最高でも50位。タイムを上げるためにまずは基本のフォームの改善から取り組んでいます。I recognized it what I look at him on technique is especially how his hip is. To keep the hip stable, then you can get more power down to the ground, and then you get more power into his body, and the speed is higher. Kentaro is always very focused and good concentration when we're doing training. He's a serious professional, so that's why he's progressing from year to year. 合宿中の宿はチームメイトと相部屋です。2時間の練習を終え昼食休憩。ところが皆食事はバラバラです。 We don't have fry pan. No. No, I know. Yeah. It's terrible. You have to boil everything. You have to cook your carbonara. We have a lot of pan, but we don't have fry.
You can boil so much things there. 石川選手は毎食自炊。この日はカルボナーラを作ることに。今お金ないんで、それぞれのお金の量によってやっぱり払える払えないってあるじゃないですか。だから自分のコストに合わせてその料理作るみたいな感じです。プロチームといっても成績を上げスポンサーがつかない限り収入はありません。今はまだ両親からの援助に頼っています。いただきます。ボナボテッ。日中の練習を終えた石川選手は夜も欠かさず1時間以上かけてエクササイズを行います。タイムを上げるため欠かせないフォームの改善、実は石川選手は大きな問題を抱えています。背骨がちょっとこういう風にカーブしてて、腰をこう生まれつき背骨がわずかに湾曲しているため、まあ、足を後ろに蹴る際体が反ってしまうのです。フォームの改善には筋肉の動きや体幹の矯正が必要です。チームとの契約は1年、一定の成績を残さなければいつ外されてもおかしくない厳しい世界です。今シーズンの終わり、石川選手はコーチに呼ばれました。You can do what it takes to be on the team. You can pay what it costs to be on the team. Mm-hmm. We would like to have you on the team the next season as well. Okay. Yeah. So just as you know that. Yeah. Mm-hmm. Norwegian tactics. Yeah. Training. Mm-hmm. Everything. Yeah. I want to do. Yeah. Build. Yeah. Mm-hmm. So that's why I want to belong to Team Sofia. That's good. That's why you belong to us. 全部の手を尽くして可能性を尽くしてダメだったら僕はもう第二の人生に歩んだ方がいいっていうふうに思うので、やっぱりいつまでもできるスポーツじゃないですし、やっぱりお金もかかりますし、そこは僕も覚悟を持って競技を続けてます。石川選手は自分より格上の選手とともに自主練習を積極的に行っています。グンヌルフセン選手は去年23歳以下の世界選手権で銅メダルを獲得したトップクラスの選手です。ノルウェーで強くなれば、まあ、こういうふうに彼の名前なんですけど、まあ、こうやって自分の車のスポンサーがついて車をもらえるっていう、まあ、そういうノルウェーの夢があります。まあ、僕もこれを目指して。この日の練習は30キロコースを2時間かけて走ります。Approximately 90. Yep. And also in front of the shoe. Always in front of the shoe. Yeah, I see. Yeah, even though it's quite steep, you should try to get it in front of the shoe, because even you try to think about getting the poles up, because it's much easier to use the big muscles in your back. Yeah. You know? Mm-hmm. Yeah? Okay. Yes, of course. You're in front. Yeah, okay. I want to learn from you now. Yeah, thank you. ノルウェー人はもう本当にどの人に聞いても隠さない。もう自分はこういうことやってるよ、で君はとか、みんな選手同士の情報交換があるからこそもっといいものができるみたいな考え方がすごいノルウェーに根付いてる。If I can get the gold and he can get the silver, that would be perfect, of course. But if he takes the gold and I'm the silver, I'm going to be quite satisfied as well. ノルウェーの雪を踏みしめながら、石川選手は一歩一歩夢へと進みます。一つ一つの行動にやっぱり、まあ、自分の後悔がないように、自分の最善を尽くして挑戦していって、その夢が叶うか叶わないかは分かんないんですけど、でも僕は叶うと信じて、これからも挑戦し続ける。